おはようございます。YouTube 講演家の鴨頭よしひとです、えー。まず最初にお知らせからさせてください。6月30日水曜日18時から、えー、ビジネス YouTuber の学校、えー、東京で入学体験講座があります。えー、YouTube にチャレンジしたいという方、ぜひお越しください、えー。7月は話し方の学校の入学体験講座が大阪では7月15日、福岡では7月17日に開催されます。 えー、ビジネスのチャレンジをしたい方、7月の10、11の2日間、ビジネス実践塾2 d a y s ありますので、ぜひぜひお待ちしています。さて、今日の提供なんですけども、えー、今日勝負しないでいつするんだチャンピオン、草加孝大、お前ならできる。鴨塾東京3期、リターン高月クラス、落読、草加っファン一同より、今日の試合、 楽しんでください応援していますという草カッティファンの皆さんからの提供ですえー、草カッティそして応援するみんな大好きですえー、今日何でちょっと提供を後に回したかっていうとちょっと挑戦について今日はどうしても皆さんとこう共有したい思いがあります、まあ、今回、ねえーと 応援の提供枠買っていただいてるんですけど、この、えー、まあ、草かっぴというニックネームの草加孝大さんが今日ですね、後楽園ホールで日本チャンピオンをかけてキックボクシングの試合に出ます。で、彼は3年連続決勝戦でベルトを逃して今日4度目の挑戦なんですよ。 いやもうね、それだけで僕心が震えて、3年連続決勝戦で負けても4度目の挑戦できるその気持ち、素晴らしいと思います。もうなんかそれだけで勇気もらってるなっていうふうに思います。えー、ちょっと一人、アスリートの方のエピソードを紹介したいと思います。森末慎二さん。え今はね、 試して合点とかいろんなテレビ番組にも出演されている方ですが、えー、森末慎二さんがロサンゼルスオリンピックに、えー、出場した時のエピソードを読ませていただきます森末慎二ロスオリンピック金メダル獲得の裏では39度を超える高熱との壮絶な戦いがあった団体での演技が終わったその日の夜に発熱食事は喉を通らず 寝つけない薬を飲むことはドーピング検査に引っかかる恐れがあるため飲むことはできないサウナに行き汗をかき一時的に熱を下げたものの平熱に戻ることはなかった団体競技から種目別までは中3日もちろんその間一日も練習を休まず積み重ねているそんな森末の心を支えていたのは昨年の 世界選手権での苦い経験だった鉄棒の種目別決勝でミスさえしなければ金メダルだったところが着地に失敗し4位に泣いたそして今年の種目別決勝会場を埋めた1万8000人の観衆は森末の10点満点を期待していた 45秒間の演技片手車輪連続開脚飛び越し背面車輪とダイナミックな技を繰り返し締めくくり進身後方を2回転宙返り全てイメージ通りに決まり着地後ガッツポーズをしていたパーフェクトスコア10アナウンスを聞いた瞬間モリスの目から 涙がこぼれた失敗を乗り越えた先に感動や共感物語が生まれるんだと思いますもちろん最初から成功することもいいことだと思いますがやっぱり失敗があってその先に感動物語そして この後話します。人類の進化があるんだと思います。これビジネスの世界で言われていることなんですけど、実は日本では起業する人が圧倒的に少ないんです。それはアメリカやヨーロッパと比べても圧倒的に起業する人が少ない国が日本。なぜならば失敗を恐れる国民性があるから。そしてそれは 単に個人の中に失敗を恐れる気持ちがあるだけではなくて社会システム的にも失敗に対する寛容さが著しく低い国と言われています例えば起業家が最初資金調達するときに投資家から聞かれる質問では過去にどんな失敗経験があるのかを聞かれるこれはもう日本だけの特徴です アメリカにおいては失敗経験はその人の学習効果の高さの表れだと判断されることがいいだからアメリカでは転職の回数が多いほど箔がついて資金調達がしやすくなるつまりアメリカでは失敗こそがその人の血となり肉となり成長につながっているということを許す失敗に対する寛容性が高い国 だから起業する人が後を絶たない。この失敗に対する寛容性っていうのがこれからの日本で経済においてもアスリートの世界においてもクリエイターやアーティストの世界によってもめちゃくちゃ大事なんじゃないでしょうか。例えばあの堀江貴文さん、堀江門はロケットをもう 何度も何度も発射していますでも調整には失敗がつきものロケットが落ちたというニュースが流れた瞬間にもう何十人何百人もの人がざまあみろと SNS に投稿するんですロケットの打ち上げにチャレンジしてるんですよ誰でもできることだったらみんなやったらいいじゃないですかでも日本においては いわゆる国策としてやってる JAXA 以外で言うと堀江さんのところしかチャレンジしてないんですよしかもそれは大量のお金をかけた最新型ロケットではなくできるだけ低価格で誰もが今海外旅行に行くような感覚で宇宙に行けるような未来を作りたいという思いでチャレンジしてるのに対して失敗したらほら見たことかと 調子に乗ってんじゃねえと。何無駄な金使ってんだって総攻撃を食らう国。それが日本なんですよ。挑戦する人の取り分が少なすぎると、挑戦を諦める人の方が多くなるのは当たり前じゃないですか。失敗に対する寛容さこそが挑戦する人を増やす一番のキーサクセスファクター。チェンジするポイントなんだと思います。 僕は今年の7月1日にカモファンディングというクラウドファンディングのプラットフォームを立ち上げます。キャンプファイヤーさんやシルクハットさんにずっとお世話になってきました。でも今回はプロジェクトを立ち上げるんじゃありません。プラットフォームを立ち上げるんです。たくさんの僕の仲間が約17名が初めてのクラウドファンディングの人が多いです。チャレンジするんです。僕もプラットフォームの立ち上げチャレンジします。実はもう5年前に 一度僕はチャレンジしてるんです。カモファイヤーという名前のクラウドファンディングのプラットフォームを大失敗でした。立ち上げたプロジェクトで、たくさんの支援者の方に間違った請求書がバンバン飛び出ました。買ってもないのに1枚の請求書が飛んだり、1口しか買ってないのに3口分の請求書が飛んだりして、それはそれはたくさん迷惑かけました。うちの社員が一生懸命電話で何百人もに謝りました。でもその時に、 みんな許してくれたんです。そんな大失敗を。お金の請求まで間違えたんです。でもみんな頑張ってくださいって言ってくれたんです。だから、5年後、いよいよ、もう一度プラットフォームを立ち上げるという気力が僕たちには残っていた。失敗に対する寛容性が挑戦する人を増やす。草がっていい思っ きりきをチャレンジしろ日本一になることしか考えるなでも忘れないでくれ君が日本一になろうがなる前が一生僕たちは君を応援する約束します挑戦する人を許します